備できました？え、もうできます。と、お出かけをするその前に、え、今日は抜き打ちで財布の中身をチェックしたいと思いまーす。マジですか？イエーイ。嫌です。え、嫌です。ひょうちゃんは今いくら持ってるのとか、まだ全然わからないから。待って、私もわかんない。ちょっと待って、私見てないんだけど、まだ多分最後に使ってそれっきりいじってないみたいな、そういう感じでしょ。私5000円に、もう1000円に両替してもらって入れちゃったのよ、うん、5000円は入ってるから。でも使え、マジ？ちょっと見てみましょうか。待ってね、ちょっと待ってね。なんか2000円使うって言って1000円しかなくて、で5000円を1000円に。はい、じゃあちょっとお財布から。お財布はですね、もうずっとこれだね。ずっとこれを使ってます。これは雑貨屋さんで買ったお財布なんですけど、雑貨屋さんとは思えないぐらい可愛くないですか？このね、黒といい、この白といい、この金といい、可愛いと思って。これ雑貨屋さんで一目惚れして、多分企画かなんかで買った気がしますけど、まあ雑貨屋さんで買ったよね。雑貨屋さんで買いましたね。で、裏にね、カードケースというかカードが入るとこがあるんですけど、そこにはパスも入れてますね。で、パスモはですね、私エイリアンのシールを貼ってるんです。なので、あの、名前は見えないんで安心して出せます。これ何、貼るだけでいいんだ。そう、貼るだけ。普通に使えるの？使える、使える。なんかよくこういうのあるよね。なんか、なんか私なんかエイリアンがあって可愛いと思って、2年前ぐらいからずっと貼ってます、これ。この財布も2年前ぐらいだよね。ああ、でもかなり前から使って、ね、ずっと2年前ぐらい、ね、財布はもうずっと飽きずに、ずっとこれ、はい、ね、これしか買ってないよ。これがもう使い慣れちゃって、これがもう、はい、ずっとこれで。そっか、じゃあ中身をね、買える気もないです、私。あ、そうですか。はい、じゃあ中身をね、見たいと思うんですけど。でも、私聞いてください。何？私ですね、両替したって言ったじゃないですか。両替した時に、なんとレシートを片付けまして、レシートを片付けたんです。そうなの？だから全然入ってないって思うよ。思うだからね、もしかしたら入ってるかもしれないけど、そうだよね、気がするの。整理した気がするの。レシートをもしね、片付けちゃってたらね、まあお金しか入ってないかもしれないけど、まあ他にカードとかもね、はい、まあ何個かあると思うんで見てみましょう。私はちょっと嫌なんですよ。じゃあちょっとどうしましょうか。カメラ、手元カメラにしますか。そうですね。はい、じゃあ財布をね、はい、アップに移したいと思います。まずこのね、ドアップで移すと、こんな感じで、かわいいよね、かわいい。もうそれはいいから。で、まず、はい、これガム口になってて、はい、ここに小銭が入るんですね。なるほど。で、こんな感じです。いくら入ってるか見てみますか。ダン。あ、すごい。まず小銭ですね。うわ、ちょっと待って、ね、全部で218円ですね。218円でございます、小銭は。でもこれね、多分300円ぐらいしたから。これいつだっけ、八景島？そう、シーパラダイスに行った時に作ったんですけど、200円か300円ぐらいしたんで、はい、まあ、いや、それでも500、お金にはならないんですけど、518円ですね。はい、はい、ということで、はい、次はこっちはですね、ここをね、こう開けると、はい、こうなってるんですね。じゃあお札いきますか、早速。いやだー、なんか分厚くない？大丈夫？おあれ、なんか結構厚いんじゃないの？マジ？いやだ、いきますね。はい、お札を出したいと思います。はい、やば、結構入ってんだけど。やば、入ってんじゃん。結構入ってるんですけど。ですね、お札が1、2、3、4、5、6枚ですね。すごい、6000円も入ってる。でもなんかね、そう、この前なんかね、5000円札を両替して、両替しただけなんで、そうそうそう、両替してそのまましまったきりかね、きっとね。だから本当に使ってないし、普段全然入ってないのにね、いつも1000円も入ってないぐらいのお財布なのに、今日は珍しく両替しちゃったんです。なので6000円が入ってますね。はい、
1000円使いました、多分漫画買って。あの5巻だけ買えなかったです。はい、じゃあ次、お札以外はなんか入ってたね。札以外はレシート入ってんじゃない？入ってんじゃないですか。わあ、なんか出てきたよ、汚いの。うわあ、何ですか。じゃあ見てみましょうか。これはですね、ちょっと待って、場所が書いてあるんで、はい、あんま、これウーロン茶買ってます。ウーロン茶220円のウーロン茶買ってます。これはあれだね、映画見た時じゃない？映画見た時だよ。あ、しーちゃんが一人で。ああ、なんで入ってんだ。だから多分これはママがお金を渡して、買いなって渡して買ったものだから、しーちゃんのお金で買ったわけじゃないんだけど、はい、しーちゃんが一人で買ったのでレシートがね入ってます。これあれで、なんだっけ、バイオレット見た時一人で。場所からして。あ、なるほどね、だからか、だからか。はい、あと何でしょう。これはもうなんかワンダーグーですね。ワンダーグーといえば本屋ですね。もうもうしーちゃんのレシート漫画。マリノセラムの23巻とギジハーレムの4巻が2冊買っております。だって見るだけなかったら。これは正真正銘しょうちゃんのお小遣いで買ってます。次どんな感じですか。これもワンダーグーですね。で買った。ワンダーグーしかないじゃん。ワンダーグーで買った中古のコミック。中古ですね。多分中古コミックなんで。中古？はい、ワンダーグーの中古なんで多分ですね、アクタージュだと思います。あ、なるほど。あ、そっか。もう連載が中止しててさ、もう本屋に全くないんですよ。あー、確かに。これセットで買ったんだよね。そう、セットで買って750円。何冊かセットだったよね。10冊ぐらい。1巻から10と12がないから9、11だから10だ。10巻。1巻から10巻まで。そう、10冊で750円だったよね。めっちゃ安かったです。めっちゃ安かった。はい、次。これが止まってますけど、ブックオフです。またブックオフですね。ヒロアカの1巻と2巻と文豪ストレイドッグス1の方の1巻、うん、2巻ですね。あ、これ結構前じゃない。そうでもない。じゃあなんでこれしてなかったんだろう。私ね、ずっと入れっぱなしっぽい。結構前な記憶的にはね。でもね、うん、まあとりあえず漫画ですね。漫画しかない、やっぱり漫画ですね。で、あとなんかクーポン、うん、クーポンもらったんですね。思ったレシート出てきた。あ、これドンキだ。ドンキ、あ、ドンキで買った。フィーの買って、その時です。あー、これ動画にしましたね。ママがドンキに行ってて、あ、ドンキじゃない、うん、ママがトイレに行ってて、その間に買ったやつです。そうだね。そうだね。自分のお金でこれ買いましたね。フィーのですね。はい。はい、以上ですね。以上。はい。はい。これは何？これはなんか、クオカードか。そう、なんか使えなくて全然。そうだよね、使えるところが限られててなかなか使えないという。そう、使えなくてね。あと、じゃあカード類は。え、ごめんね、なんかレシートこれしかなくて。レシートもうほとんど本屋ですね。ウーロン茶以外本屋。まずね、これ T カード映ってる。Tカード。Tカード。はーい。これはもうね。これはもうね、ワンダーグーで使えるんで、レンタルするときに必ずポイントが貯まります。貯まります。はい。あとこれイオンのカード。あんま使ってないけどね。これ CC してないんで、正直ポイントが貯まっても使えないんですよ。はい、そんなに意味はないんですけど。そうですね。はい。はい、無料だったで。はい。で、あとこれね。近所のね、雑貨屋さんのカードです。サクランボっていう雑貨。これも、さくらんぼで買いました。そうか、近所のじゃない、近所のではないんですけど、うん、そうだね、さくらんぼで買いました。はい、最近行ってないね、さくらんぼね。っていうか最近さくらんぼでお買い物しなくなってきちゃいました。そうなんですよね、大人になりましたね。あと、はい、次、これ何、これ漫画喫茶の、ああ、
なんかね、しほちゃんとパパが2人きりで、コロナが流行る前に行ってるんですよ。コロナがね、終わる、始まる前に、始まる前にね、漫画喫茶に行ってきて、そう、なんかママが具合悪くて家で寝てたんだっけ、なんで2人で行ったんだっけ、でもなんかそんな感じだったよね。漫画喫茶に行きたいって言って、そう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 、で行ったんですよ。そうだよね。で、その時に作ったカード、でもそれ以来使ってないです、うん、そう、コロナがもう流行っちゃって行けなくなっちゃってるって、はいはい、その時まだコロナがね始まる前なんで、そうそうそう、鬼滅を読みに行った気がします。そう、まだ鬼滅がね、あの漫画一冊も持ってなくて、そう、持ってなくて、それで難しい鬼滅をバック読み、なんかすごい読みました、うん、そうだよね。鬼滅以外も読もうと思ったら時間になって、うん、終わったっていう。パパ何読んでたんだっけ、忘れちゃった。はい、次、あ、これはこれはゲオ、ポンタのゲオ、ゲオの方だね。ね、ゲオの方のね、はい、カードですね。これ最近ゲオ全然行ってないね、逆にね。そう、なんかワンダーフーのレンタルの方を見ちゃって、ワンダーフーすごいあってね。そう、量がね、やっぱゲオの方が少ないから、ね、ゲオなんか、うん、そう、最近ゲオの方がまず漫画のさ、冊数が少ないというか、うん、借りられちゃってるものは必ず借りられちゃってて、ね、最近行ってませんね。あとこれ、美容院のカード、あ、そうそうそう、この前言ってなかったよね、このね、美容院のカードを、なんかこのカードだけ大きくて、うん、なんかお財布に入りきらずに折れちゃってるんですけど、カードだけが今月ね、あと1週間後ぐらいに行きます。行きます、髪を切ります。はい、やっとね、やっとね、あと成田さんのね、カードのお守り、はい、今もうカードなんですよね、お守りもこう、ね、お財布とかに入れられるようにね、携帯とかお財布にね、入るようにカードでね、作られててね。これと、私は靴かかったところのね、カードです。これ一回も、なんか一応作ったけど、あんま使ってないね。全く使ってないけど、なかなかね、スポーツ用品店って行く機会が少ない、ね、ないですよね、もう。はい、ということで以上でございます。はーい、はい、ということで今回はね、なんか抜き打ちでちょっとお財布のね、中身をね、はい、チェックされました。はい、チェックしてみました。なんかね、うん、本当にまあお財布がね、変わってないから面白くないかなと思って今までしてなかったんですけど、はい、まあたまにどうなってるかね、ちょっと見てみようと思ってね、はい、してみます。そうなんですね。はい、いつもさ、なんかカバンの中身とか見るけどさ、お財布の中身とかまで詳しく見ないじゃん。見ないね、お財布と、そう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 、お財布と、だから今日は詳しくちょっとね、久々にママも見せてもらいました、はい、次何チェックされるのかな。携帯とかやめてね、やめてね、やめてね。なんで携帯チェックされちゃう、嫌なことでもあるんですか。ありますよ。そうなの。だって私まだあのさ、画面私まだ公表してないからね。あ、そっか。あー、それ公表したらやばいでしょ。やだやだ。まあ後々ね、やっときます。待って、変えとこうかな。ダメだよ、抜き打ちだからね。急にやりまーすって言うから、また2週間後とかに抜き打ちとか言われるのがほんと怖い。まあいいや、はい、こんな感じで、はい、ということで今回はね、抜き打ちでお財布の中身をチェックされました。はい、ということで、それではバイバーイ。